はい、ともいだです。今回ですね、股関節の動きを良くしていくエクササイズを行っていきたいと思います。で、股関節のためのエクササイズとかムーブメントってたくさんあると思うんですけれども、今回ですね4つに絞ってでやっていきたいと思いますので、ぜひですね最後まで実践してみてください。ではですね、まずは股関節の動きからチェックしていきたいと思いますので、座った状態でいきましょう。お尻で座ってもらったら、お尻の突き替えというのは左右均等にしたまま、このように膝を内側に倒してみてください。結構倒れちゃう方は、どんどん膝は、足の幅ですね、広く保ってもらった方がいいと思います。はい、で左右どちらの方が倒れやすいとか、詰まり感が出てないかなっていうのをチェックしてもらって、続いては膝を外に開くものもチェックしてみましょう。はい、でこちらもお尻は常に左右均等につけたまま膝開いてみてください。骨盤動いちゃうと股関節の動きじゃなくなっちゃうのでいいですね。でどちらの方が開きやすいっていうのを試してます。はい、では開き具合はだいたい中間ぐらいで構いませんので、片方ずつ膝の方ですね、円を描くように回してみましょう。大きく回せる方はもちろん大きく回していいんですが、上げてる最中とかもお尻の突きが左右均等にしたままですね、手では少し支えてはいるんですけれども、どちらかに体重乗りすぎないっていうのをチェックします。はい、あとは足を上げた時に詰まり感が出てるとか、股関節がこっち側ですね、やった後結構辛いなっていうのを感じてもらって、3、4回ずつぐらいですね回してもらったら、反対側の足も試しましょう。なんかこっちの方が、詰まり感ないのに、コントロールしづらいなとかですね、いろいろ皆さんによって、違いはあるかと思うんですけれども、まずは動きのチェックですので、大体で、感じてもらえば OK です。はい、ではですね、続いてはエクササイズに入る前に1個だけストレッチをやっておきましょう。股関節の前を伸ばしたいので、片方足前に出しましょう。今はですね、僕は右の方を前に出してるんですが、手は腰に当ててもらって前に出てきます。そうすると反対側ですね、左側の股関節の前側が伸びているのが感じるかと思います。ではゆっくりと一旦戻りましょうか。でも一度呼吸止めずに、ゆっくりとお尻前に持っていって股関節前を伸ばしてます。腰が反っちゃう場合にはちょっと C カーブを入れておいてください。はい、ではゆっくりと戻っていただいたら、逆足前に出してこのまま体前に移動していきます。右足が今後ろになっているので、右の股関節の前を伸ばしておきましょう。呼吸は止まってなければ OK です。一旦戻ってもらって、はい、もう一度前に出てきますね。で、股関節の前がしっかりとギューッと伸ばされているのを感じてもらって、あまり痛すぎなければ OK かなと思います。痛すぎると逆に硬くなっちゃうので注意が必要です。はい、でストレッチかけておくと、この後のエクササイズの効果が少し出やすかったりするので、今ストレッチ1個入れてました。で横向きになっていただいたら、エクササイズに今度入っていくんですけれども、股関節膝を曲げた状態で構いませんので、膝をこのように開いてクラマを行っていきましょう。今回は足を少し上げたバージョンでいきたいと思いますので、床からちょっと足を浮かせて、そのまま膝を開いて閉じてを上の足ですね続けてます。下の足はなので足は上がってるんですけども、膝はついた状態になってます。で開いた時に骨盤がですねグラグラと動きやすいので、おへそは正面向けて骨盤動かないように足だけ使った状態にしておきましょう。で上半身は高く保って、高く保つとお腹周りも緊張が少し入りますので、その方がお尻の効果が出やすいです。はい、ではゆっくりと下ろしてもらったら反対側も行きましょう。もうですね、姿勢とかあとは股関節の動きを良くするのって回数じゃないので、しっかりとできていれば効果はすぐ出るかと思いますので、しっかりポイントを押さえた上で続けてみてください。で上半身をですねしっかりと持ち上げたまま膝開いて閉じてよ、こちらも繰り返していきます。使いたいところはお尻の下側になりますので、今で言うと、左足が上の足に、まあ、僕はなってるんですけれども、左のお尻の下あたりが効いていれば OK です。でここですね、気づかれる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、上の足と言ってますけれども、下の足も実は常に膝開いた状態になってますんで、じわじわっとお尻の下ですね、
下の足で支えている方にも効いてくるんじゃないかなと思います。まあ、そういう狙いもあってで足を少し浮かせてで今回行ってます。はい、 OK です。ではゆっくりと下ろしましょう。ではゆっくりと反対側の方にまた向いていただいたら、はい、今度はですね内転筋といって内ももの方を使っていきたいと思います。内ももも結構大事で股関節のハマりとかよくするときに使われるんですが、肩の下に肘をついてもらってこのまま下の足を浮かせていきます。股関節膝90度キープ、おへそは正面向けたままですね。このまま上げ下げしていきましょう。はい、で下の内ももの方をですね使っていくんですけれども、どうしても骨盤がですね動いてしまう方もいらっしゃるかと思いますので、気持ち前に、骨盤をこういう風にかぶせるようなイメージでやってもらうと内側に効きやすいかなと思います。それでもですね効きづらい方は手でグッと押しちゃって構いませんので、上半身とか、他のところですねできるだけ安定させておくようにしましょう。その方が効果が出やすいです。はい、 OK ですね。これ結構大変なので、見た目そんなに高く上がってなくても、内ももに効いてれば OK です。さあでは肩の下に肘をついてもらって、下の足は股関節膝90度、上の足はしっかり伸ばしておきます。はい、頭からかかとまでをまっすぐ伸ばす意識ができたら、そこから下の足をアップ吸ってダウン、吐いてアップ吸ってダウン、こちらの方を続けてみてください。はい、結構大変なんですけども内もも効いてればまずバッチリです。で足だけですね上げたくなる方もいらっしゃるんですが、膝の方も同じぐらい上げておくようにしましょう。その方が内ももに効きやすいです。床と平行にするのはすねの角度ですね。こういう風になると斜めになってしまうんで、できるだけすねの高さっていうのを床と平行になるようにして、ちょっとずつでいいので上げていきます。あと1回いきましょう。はい、ではゆっくりと体を起こしましょう。ではですね反対側の方もう一度向きましょう。さあここからちょっと大変になるんですけれども、上の手はですね腰に当てた状態からこういうサイドプランクっていう状態を作ります。できつい方は軽く手をついてもらって、多少前に体がかぶってしまっても構いませんので、お尻を少し持ち上げてなおかつ前に持っていって股関節の前を伸ばしておきましょう。上の足は少し開いた状態を作ります。はい、ここキープでももちろん股関節周り使われるんですが、いける方はですね膝の方を外に回してみてください。外回し、そして内回しですね。回していくときにだんだんお尻が下がってこないように、しっかりとお腹とお尻ですね下側の方を使ってます。でなおかつ動かしてるんで上の足もお尻周りを使ってます。はい、ちょっとで構いませんので 3,4 回ずつですねだいたい回してもらったら反対側の方を向きましょう。まあ、こういう姿勢とか股関節の動きを良くしたいっていう時には回数というよりはまずはポイントが大事になりますので、こちらも、このままキープでも効果はあるのでこちらでもいいですし、もしいけそうであれば同じぐらいのですね時間でいいので股関節の方を大きく使って回していきましょう。ちょっと今回多めにいきましょうか。外に開いて内側の方に持っていって、なるべく膝が前にも後ろにも大きく動くように回してみてください。最後内回していきましょう。はい、ではゆっくりと下ろします。はい、 OK です。ではですねゆっくりと起き上がってもらったら最後もう一個いきたいと思います。両膝ついてもらったら手を前に伸ばしますね。でこの状態で後ろのつま先は立てちゃいます。はい、でお尻を後ろに引いて戻して、お尻の形はお尻引いた時に背中まっすぐになって戻るっていうのを繰り返します。で手の動きなんですけども、手のひらは下向いたところから上になるように、まあ、スキーのジャンプの最後飛ぶところ、飛ぶ瞬間になるような形ですね。そこまで持っていったらゆっくりと起き上がってお尻引いて戻って、背中を丸くするんではなくて、できるだけ背中まっすぐにしたままお尻引いて戻って
戻した時はお尻前、股関節の前を少し伸ばしに行きましょう。はい、これのポイントとしては鎖骨とこの、膝の位置ですね、ここが常に、一直線になるようにします。お尻引いててもこの位置っていうのは変わりますよね。膝の真上に鎖骨があるように、戻ってきた時も常に鎖骨は膝の上にあるように、このような形でお尻だけ使っていきます。はい、いいですね。で、背中まっすぐにキープ。あと、いける方はですね、つま先の向きなんですけれども、しっかり反らせて、かかとが外側向かないように、お尻引いた時も肩が、かかとがですね、外側に向いていかないように意識してもらうと、より足首とか股関節の動き一緒に良くなりやすいので、こちらの方を続けてみましょう。分かりづらい方はまずはお尻の使い方さえ覚えてもらえば OK です。あと1回いきましょう。はい、 OK です。ではですね、最後にストレッチもう1個入れて終わりにしたいと思いますので、一番最初と同じですね、ストレッチやった時に右足前に出したと思いますが、その形のまま後ろの足は寝かせた形で構いませんので、ちょっとだけ足を開いておきましょう。はい、少し大きめに開いてもらって、少し股関節の前が伸びてるなと感じたら、こっち側の足ですね、前に出てる方の足に軽く体重を乗せたまま、右足今前に出てるんですけども、右のお尻を後ろに突き出すようにして裏側の方をストレッチしてます。はい、今ちょっと動きながらやってますが、止まって今度行きましょうか。お尻できるだけ後ろにギューッと引いて、背中はまっすぐに近い形の方がいいですね。そちらの方が伸び感が出やすいと思いますので、いける方は背中まっすぐ、きつい方はちょっと背中を丸めてもらうと、少し緩んだ状態になりやすいかなと思います。はい、伸びたらですね、今度は反対側です。少し大きめに開いてもらったら、左の方に体重乗せたままお尻を後ろに突き出すようにして、でお尻から後ろ側ですね、ふくらはぎの方まで伸びてるのが感じれてれば OK です。きつい方はちょっとずつ後ろの足に体重を移動してもらうといいかと思います。でいける方はどんどん前の足に体重を乗せてストレッチ感を出していきましょう。こちらもストレッチなので息は止めないように、ちょっと今動きは止めた状態で続けましょう。はい、伸び感がある程度出た状態キープしてます。はい、でゆっくりと足を元に戻しましょう。はい、ではですね、最後に股関節の動きをですね、またチェックしていきたいと思いますので、足は軽く大きめに開いてもらって、内側の方にまず倒してみましょう。どうですかね、最初の、一歩というか動き始めがやりやすくなっている方が多いんじゃないかなと思います。はい、あとはですね、足を閉じてもらって外に開きましょう。この外に開くのも少しやりやすいなっていう感じられてれば、まずそれだけで一つでも変化がおればもう大成功ですので、左右差もちょっと感じてみてください。はい、では最後に中間の幅のポジションで足を回してみます。足が少し上げやすくなってるなとか、動きやすくなってれば OK ですので、膝のコントロールのしやすさとかもですね、左右で感じていくようにしてみてください。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。今回ですね、股関節の動き4つだったんですけれども、この4つですね、試していただくだけでもですね、やる前とやった後って結構変化があった方多いんじゃないかなと思います。こちらの方ですね、毎日じゃなくてもちょっとですね、時間が空いた時にやってもらうだけでもですね、股関節の動きが良くなるっていうことは、足の見た目もそうですし、姿勢とかも良くなりやすいので、ぜひ、繰り返し実践してもらえたらなと思います。この動画がいいなと思った方は高評価だったり、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回もお会いしましょう。